渓谷にかかる鉄橋。列車がやってきました。緑、青、オレンジ、大型観光キャンペーンのスタートを告げる列車です。4月1日、 JR グループと四国4県などが実施する四国デスティネーションキャンペーンと、県が主催するときめき阿波旅阿波文化体感博が始まり、鳴門海峡を見下ろす千畳敷でオープニングセレモニーが行われました。鳴門海峡は観光シーズン真っ盛り。渦の道も観光客でにぎわいました。ナルトの生わかめをしゃぶしゃぶにしてもてなします。弾力性があるっていうか ね、 なんか食感がいいですね、うん、食感がいいわ、うん、しゃぶしゃぶでなかなか食べないわね。藍染めの缶バッジ作りも行われました。一生懸命作りました。胸につけてもらいます。照れくさいけど、やっぱり嬉しそうですね。徳島を体感するなら、阿波踊りは欠かせません。大鳴門橋をバックに一踊りする踊り子たち。くるりと一回転して決めポーズ。うまくカメラに収まったでしょうか。大歩危駅に到着した列車は、四国真ん中宣伝物語。四国デスネーションキャンペーンに合わせて新たに運行開始した観光列車です。妖怪たちに出迎えられて第1号のお客さんがやってきました。よかったよ、景色もいいしお酒もおいしいし。全国の観光列車とかいろいろ乗りに行ってるんで、まあちょっと乗ってみようということで。どうでしたか？すごい良かったです。この四国ディスネーションキャンペーン、なんと14年ぶりなんですよね。これはこの機会逃すべきかというね。全国の皆さん方、ぜひこの機会に徳島ならではの文化を、そしてまた四国真ん中千年物語、ぜひ多くの皆さん方に徳島を丸ごと車窓とともにね、体感をいただければと思います。四国デスティネーションキャンペーンは6月30日まで。ときめき阿波旅阿波文化体感博は9月30日まで行われます。徳島の魅力をたくさんの人に体感してもらいたいですね。